よし、パート3やります。前回ですね、なんかスローモーションでね、ぶっ倒れたわけですが、そしたらね、この出ましたよ。Not Friends という、この新しいステージが。つまりこっちで合ってたってことですね。Not Friends。意味はちょっとよくわかんないです。友達いねえぜ！バン！って感じですね。じゃあやります。Not Friends が、よくわからん。ここで、さっき前、こう、落っこちっちゃったら、なんかね、オアマーってなっちゃったから、右に行くと。右だ。よし、行け。あ、扉か。はい。ん？なんだ？おーおー。あー、はい。敵か。こいつらに撃たれたのか。イチロー、ジロー、サブロー、ジョンが。ジョン。クソが。とりあえず、ジロー、ジロー、ジロー。おい、惜しい、おい。ジローは倒せんだけど。ジロー、サブロー、お、サブロー、オッケーオッケー、サブローも行った。なんだ？くそーって。なんかどうなってん？お、ちょっとあれ？イチローにやられた。あ、友軍っていうことか。あーもう、くらえ！あーもう、おー？あー、サブロー、サブロー、サブロー！あー、で、おー、たずしげわた、たかし、横山、横山、よしよしよし、ジローさん、ジョン、お、サブローさん、くれないでさ、イチロー。あと腰を浮かして、貴様を殺す、ジョーン、よし、おいしょよし、これでこのバカ4兄弟倒したってわけやん。なったおそなったおって感じやん。 あれ まあいいわ。なんだかな、今んとこ編集でカットしたいな。変なこと言っちゃったな。これで、こいつは倒したから先に進めるようになったところがいいね。これでまた後ろから撃たれてました。これ本当に怒る。レスリングシリーズのタグを、漁る作業に戻るぞ。特に発展堂のタグを。なんだこれ、ここで先に。おお、いけるいける。おお、なんだこの薄暗い部屋は。全然わかんねえ、なんだかよく。引きこもりの部屋か、これは。どこかにいるのかもしれない、この部屋主が。おお、なんかかっこいいな、これ。この陰影加減、なんか。って言うか っていうか 乳首浮いてないっすわ、これ。うわぁ、最悪だ、こいつ。もう、ド変態だな、こいつ。なんでそんなもん着るんだよ。マジ勘弁してくれ、こいつは。変態としか言わないのか。自分の体を拘束具をつけて、こう、興奮してるようなやつかもしれん、これは。もう、ちょっと自分で言ってて嫌になってきたな。お、なんだ。なんだ、これ。砂嵐？わ、なんでこれ？ポケモンショック？待ってみる。なんだよこれ。 なんか一気にテンション下がったわ。 なんなんだよ。 そのうち貞子でも出てくるのかもしんない、これ。ズルって感じ。おお。ちょっとここも、これ、乳首のことはともかくとして、あれなんだっけ、さっきの、わ、これもいいな。さっきの角度で見ると、ちょっとかなりかっこよかったと思うね。これか。これかっこよくないかな、これ。これ今回のサムネ候補にするか。なんかこう、ここだけこう一枚絵でタイトルをつけたいな。俺の青春っていうタイトルをつけたい。ああ、いや、もういいや、そのことはって。 サムネ候補に一つにしとこう。あ、なんだ。これが。おお。これなんだ？パソコンか。ターミナル。メールって書いてあるな。アレクセイ、おお、なんだ。これは。アクセスパスは向こう、つげ、っていうか、この、やばい、なんか顔ひどいだろ、なんなのこの顔。つまり、何これ。これはやばい。なんか、カメムシみたいな顔した、ボサボサの日本人形の、みたいな女性の方が。これ何？ V ってバーチャルのことか？バーチャルメールってことか？アレクセ、うわ、もういいよ。システムセキュリティがめちゃくちゃなのよ。システム管理者がヒロコの部下だけに V メールと個人ファイルがアクセスできるマスターパスワードを設定したみたいなの。ヒロトの部下？どういうことかしら。マーカランさんによれば、これは彼の虫のせいだって言うんだけど。虫のせい？本物のコードをすぐにラインに戻さないとね。何、虫のせいって。カメムシのことが。
うわちょっとビーバースに貼ってあるポスターを近づけないで。の名前にちなんで設定しといた。ビーバースソンにある。耳はまだかしら。ディレクターは何か悪いことを嗅ぎつけたみたいよ。あなたの何かしらね。ちょっと待って、俺話させろ。帰ろお前ちょっと。あなたのヒーローの名前にちなんでうんたらかんだやつだな。ポスターとか。でなんだっけ。パスワード変えようとかなんか言ってたけど。アレクセ、これ見慣れない連中が倉庫を覗いてたんだ。一人はプラピストルを持ってたようだが、大丈夫なのか。なんかこいつもカメムシみたいな顔してんな。カメムシブームだこれ。プラピストルを持ってたってなんだ。アレクセ、またか。侵入者よ。すべてのレベルを封鎖した。こいつは帰れよ。このヒステリーみたいな、ヒステリーおばさんみたいな。あれ？今ちょっと待って。アレクセ、撃たれてたぞこの人。すべてのレベルを封鎖して。最後にピュンってやられてたよね今。まあとりあえずこれで情報収集はいいか。ここにやっこないのかな。まあ、分かんなかったらまた後で見に来ればいいかな。じゃあもうこの部屋に用ないのかな。あばよ引きこもり部屋。さてなんだっけ。でパスワードを変えてとかなんか言われてるの。あのカメムシ日本人形に。であとなんかヒステリーのおばさんにはもう個人だけど。なんだっけ、なんだこれ、あ、ホキゲだ。なんだっけ、B パーソンの中に貼ってあるポスターの、あなたのヒーローの名前よとかなんか言ってたの。なんだあなたのヒーローって。キノコ狩りの男とかかもしれん。もしかしたら。お、なにこれ。紙質か？なにこれ。なんかベッドの上になんか、乗っている。手がなんか散らばっている。なんだこれは。これ何？タオル？パンツ？あ、なんか貼ってある。あ、これがポスターって。お？なんつった今。っていうか、今これウィンクしなかった？やーる。あ、ほらほらほら、パチってこのアインシュタインのポスターはこれは。やーる。ウィンクしてる。っていうか、なんて言ってるのかわかんない。主人公、ヤギみたいな声出してる。っていうか、なんで枕二つなの？っていうか、これほんとにパンツよ、これ。え？謎を呼ぶ。一つも解決できていない。怪奇現象、ちょっと何これ。何これ、ほんとに。そこかしこにこれパンツだよね、これ。ボクサーパンツだよね。が脱ぎ散らかしてあるんだ。え？これ何があったん？ここで。まさか、まさか、ガチ押しレスリングが行われたのかもしれない。パンツレスリングがここで。うわ、これ本当にパンツだ、これ。ボクサーパンツと靴下でしょ、これ。何凝視してんの、これ。それなぜか、一つのベッドに枕が二つ。これらの、符号が意味するものは何なの、一体全体。うわぁ、ほんとに意味わかんないよ、これ。お、これ扉か？うわ、なにこれ？寺井上陽水。え？なに？なんつった？なんつうのかな？ジーヤって言ってんのかな？なぜ今頃あんなビッチの名前口にすんのか、こいつ。え、ほんとにこれなにこれ？レスリング会場控え室とかそんな扱いだったかもしれない、これは。ちょっと待ってから、ほんとに。わけわからんなぁ。もういいや、こんな、もうでも、祭りは終わった後のようだ。これだけ脱ぎ散らかしてるようだ。もう何ラウンドやったかわからんわ。何そのスポーツ。まあ、いいよ、もう。この、ガチムチ会長は後にしよう。まあ、スポーツはいいからな。知らんわ。何なんだ？でも、とりあえず、まあ、情報はあった。アインシュタインのポスターを、まあ、見たということで。これ、こっちはいけない。こっちだけは。まあ、覚えとこう。おや？また、なんだこれは。結構でも、ここはなんか平和そうな空気が流れているが。BGM から言って。お、なんだ？机。おぉ？なんだ？なんか、まあ、ちょっと待って、覗くな。あ、なにこれ。手をかざしてる。そして俺の指示待ち。これは嫌な予感がする。なんか、こん中からさ、突然、火が吹いてきたりするんだろうね。最初みたいに。指がポロポロ落ちてしないから大丈夫か。どうすんのこれ。お？なんだこれ？え？言うことなしだ。言うことなしだ？ちょっと待って、意味がわからないんだが。なんかバーバパみたいなの出てきた。バーバパパ。ね、言えてなかった。おー、なにこれ？気持ち悪いような、可愛いような。なにこれ？ホログラム装置か？なあ。なんか暇な時にあれで遊ぶのかもしんないな。それ言うことなしだわ、ほんとね。お、これはあの上なんだ、なんかいる。
調査の結果、あ、こいつはウェポンの可能性は実質的に無限であることが分かった。なんか喋ってるな。しかし無限の可能性となるとかえってこのプロジェクトをコントロールすることが非常に難しくなる。はあ、それでもこのプロジェクトから派生する数々の副産物的な技術がこれまでにつぎ込んだコストと時間を正当化してくれるはずだ。はあ、何の話だろう。まあ、何の話だろう。アーノルド、進行状況は。はい、これサイベリアウェポンに意識が芽生えたとか何とか言ってたな。その可能性は無限。なんだこれ。ん、あ、あ、はい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 、分かった分かった分かった。もうまた打ち合いか、例によって。なるほどね、はい、よし、これでいけばいい。は、撃たれた。何それ、くそ。サイベリアウェポンに自我意識があるとどういうことなんだろうな。生物兵器なのかサイベリアウェポンって。多分ここに行くと、おお、あれ、なんかちっちゃくなっちゃった、一回りで。これ、これか、例によって。はいはいはい、分かった分かった。また打ち合いだな、これは。おら、おじきの仇じゃ。おお、やった。おじきの仇をあっさり取ってしまった。俺はこれから何を目標にして国道を続けていけばいいんだ。おい、で、また死体あさり、あされないと。他にどっか行けんのかな、これ。この部屋の中で。ん、うわ、なんだこれ。地図。ん、何あくびしてんの、ザーク。こんなもん体育攻めらんないってことか。じゃ、ここの扉が進むしかないよ。これ倒したやつがさ、この赤いハゲチャビン野郎はさ、ああ、なんだ、また。これ反対側の廊下か、これ。あいつは、あの、前俺をなんとかシステム窒息させてくれたやつのはずだから、これでまた戻っても生きるようになってるのかもしれないな。おう、左は行けないか。行け、ビリー。ビリー走りで行くんだ。よしよし。ん、右か。はいはい。お、なんだこれは。なんか学食っぽいところに入ってきた。それっぽい、なんとなく。この椅子がそれっぽい。誰か、ザークにミールカードを貸してやれ。お、なんだこれ。まあ、貸しちゃダメだけど。お、なんじゃ、パソコンか、また。やれやれ、どっさりと。パスワード、え、何パスワードって。あ、これか。なんかさっきあなたのポスターはウンタラカンタが言ってたから、ここでアインシュタインって言えればいいのか。アインシュタイン、つまりスペルがドイツ人だよね。アインシュタインってスペルわからんぞ。アインシュタインなんてドイツ人の名前とわからん。ちょっと待って、あれ見るわ。すいません、ジーニアス英和辞典見ます。あったあった、はいはい。アインシュタインのスペルがわかりました。 EINアインシュタイン、これか。アルバート・アインシュタインが、でもフルネーム入れんのかな。とりあえずまあいい、アインシュタイン入れてみるか。これでいいはず。お、やったやった、アクセス承認。おお、なんかあっさりいけたな。ターミナル H 鈴木、鈴木日本人の方がいるのか。おお、なんだこれ、パーソナルファイル。へえ、そんなの参照できんの。何の、何て書いてあるのこれ。名前か、マッカレーン・イアン・ロス、ナノテクノロジーセクションチーフ。よくわからんなぁ。おお、なんだこのタオパイパみたいなやつは。なんか胸があるから、胸あるぞこれ。男なのか女なのか。男だと思うけど、殺したみたいな顔してんな。あー、あ、これは説明書に載ってた、この人。うわ、出た。あ、これか、これがこういう人か。 H 鈴木さん、鈴木ひろこさん、パーソナルアドミニスター、個人情報管理者みたいな人か。すごい権限ある人なのかな。大阪ジャパン、ちょっと待って、これがこのインタープレイの会社が持っている日本人のイメージ。こけしじゃねえ、こけし、こけし日本人によってこんなもん。うわ、なにこれ、なんか女の人の顔がひどいな、全体的に。バッファローみたいな人が出てきた。うわ、出た、ヒステリーおばさん、フェーミンソニア。なんだ、なんて書いてあるんだ、わかんねえこれ。ナイジェリア？あ、なんか、出身地か、USSR ってどこだ？わからんな。USA。うん。あ、なにこれ？ターミネーテル。抹消されている。抹消っていうか、されてる割には全然、ファイルが参照できるけど。これは死んだってことか、この人が。ん？あれ、写真がない。なんかいろいろ書いてあるな。ロシア。ロシアの人。テンポラリーキーコード。
なんだろう、これがなんか現在のキーコード。まあ分かんなかったらまたなんか見ればいいか。V メール見てみよう、メール。わ、出た。バッファロー出た。新しいカードキーのシステムなかなかいいじゃない。ヒロコ。でもキーを持ってるはずのない人が AGR のあたりをうろついてるわよ。はあ。チャーズはいい子だけどお友達が良くないのよ。そうっすか。今すぐ新しいキーに切り替えてちょうだい。わかった。はあ。お願いね。なんか怖すぎなバッファローだな。ヒロコ、いいじゃない。だけは覚えておこう。新しい管理人の先が明日着任の予定です。緊急調査の結果、怪しい経歴は見つかっておりません。お、どうした、ポリポリ。彼女は掃除係として基地の中にいるのが一番です。何？イレーナ・コルネフの助言がありました。なんだって？ヤコフ・コラスノイを緊急に配置替えしてください。なんだって？臨時のキーコードを永久コードと入れ替えてください。あー、永久コードを入れ替えてください。なんかこれがヒントになってそうだけど、何、ヤクス・コロフスというのがなんだかんだか、ちょっと日本人にはちょっと覚えにくい名前を言われたな。他のパソコン見てみるか。多分あんだろう。よいしょっと。どれ？学食を探索するぞ。どこにラーメン売ってんだ、これ。あれ？特になんもないな。これ、ここはパソコンだけか。てか、これもうあと行くとこないんじゃないの、これ。全部、とりあえず今まで来れるところは、全部見たと思うんだけどな。どうすればいいの、これはもう。これから先。とりあえず戻ればいいの。おお、なんだ？何？なんかガシャポン投げられた。あー、これ、まさか。まさかも何も、これは。やっぱりそうか。うわ、これどっからだ、これ。あ、よかった。新しいの出てる。よしよし。ジーニアスパスワード。なんだ、ジーニアスって。天才。ん？誰が天才なの？よくわかんない。サークのことが。ともかく、まあ、こっちに来たということに、これ間違いはなかったってことだね。こっちにで、よかったと。何かしらここに来たことで、フラグは立っているってことだね。これもう、フラグビンビンだというわけだ。このゲームはフラグバケバケにしそうなゲームでもあるな。怪しい。で、なんだっけ、なんとか爆弾だって言って、なんかガシャポン投げられたんだよね。これやめろ。なんとかどうすんのか。おーおーおお、撃った。あー、でもこれ何、これ、あ、ダメだ。そうか、投げられる前に倒すのか。はいはいはい。真実はいつも一つ。行くぞ。で、おら、やったぜ。ダメなの、これもう。腹を決めろ。おら、この野郎。でよ、やった。これね、もう、いいのかな。お疲れっす。お疲れっす。チェス。お、なんか、あれ、なんか、走り方、うあらあれ、あ、そうか、ピンはもう抜いてあったってことか。そうか、じゃあダメなんだ。なんかしな、もう一な、人動作いるんだ、あれは。でもなんか、今のはいい映画撮れたな。非常にかっこよかった。ダイハードっぽくて。サムネ候補だな。こいつを倒したらなんか下なんかシャチがいないんだ。あー、もう間に合わなかった。なんとかどうすんのこれ。そうかそうか、わかった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 、わかりまくれシティ、わかりました。あちゃ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 、おー、間に合わないよ。はい、よし。で、ここでこれ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 で、おそらくこの扉を閉められる。なんだこれは。え、これは、あ、これ、わかったけど覚えてない。そうか、これだ。わかったわかった。なんかさっきあったもんね、テンポラリーキーコードっていうの。はい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 。これだ、これこれこれ。テンポラリーキーコード、丸、ドロップみたいな丸と、四角と、三角に切れ込みか。わかったわかった。これをしっかり覚えておこう。よしよしよし、覚えた覚えた。今度こそやるぞ。間に合え！間に合うさんの母さんに。やってやるぜ。あちゃちゃちゃ、よし、やった。で、あ、そっちじゃないよ。こっちね。ちょ、そっちじゃないよ。そっちじゃねえって、もうダメだ、これは。さんの母。え、で、よしよし。で、今度こそ行く。もういい加減に飽きた。これと、これ、こう。来た来た、これ行ったぜ、絶対これ。やったんじゃないこれ。どうなった？閉まれ！おーし、よしよしよし！閉まって、やったのか、この中では。あー、中では今頃きっともう、血みどろになっているんだろうな。あの、妹らのじいさんが、杖を振るった時のような感じで。まぁ、ちょっと自分で言って嫌な想像してしまったな。まぁ、っていうか、こんな基地内でさ、あんな爆弾使っていいの？本当に。で、ともこれ、なんだっけ、何すんだっけ？あ、そう、戻るんだ、あの、
海パン、この、ここに転がってる、この海パン野郎を倒したから、これで戻れば、なんとかシステムとか行けるようになってると思うんだけどな。フラグも立ってるし。ここまで来たけど、無駄足じゃないといいな。でも、少なくとも、なんとかシステムを作動する事務員の方を倒したはずだから、何かしら変化が起こっていてほしいんだ。ドゥイン、あ、ドゥインじゃない。あ、やったこれだ、やったやった、やったやったやった。お、あ、な